はい、キャプテン浩二でーす。おはようございまーす。今ね、朝の出荷から帰ってきました。サニーレタスですね。うちのね、畑、花壇と畑ですけども、サニーレタスを今植えておりますね。これは何だろうかな。そしてニラですね。ニラはもう前から植えてますけれども、はい、金木犀、今日もね、すごくね、いい香りが漂っております。この辺ね、今日は強烈やな、強烈な匂いがしておりますね。すごくね、満開で、向こうの方もね、金木犀あるんですけどもね、風がないとね、匂いがね、充満しております。この近辺だけね。いい匂い、最高やね。はい、それではね、今日この後ね、役場の方にね、ちょっと出かける用事があるので、ですが、ラジコン作業しっかりやっていきましょう。オープニングトークですけれども、もう来年以降ね、軽自動車もね、ハイブリッド化されて、スズキとかね、ダイハツのムーブとかね、フルモデルチェンジ、スズキのアルトワークスもフルモデルチェンジかな、そろそろ、アルトもフルモデルチェンジ、ダイハツのムーブもフルモデルチェンジで、ハイブリッド化されるみたいですね。スズキの方はね、3.1 馬力とね、マイルドハイブリッドを、継承するみたいですけども、ダイハツの方はね、ちょっとね、何馬力やったかな、あれ。結構な、馬力ですね。で、ハイブリッドと、そして電気自動車もね、そろそろ出てくるということでございます。日産のデイズですかね、軽自動車、日産のデイズという軽自動車ありますけれども、それも電気自動車化になるような感じでございますね、そろそろ。電池の方もね、どんどん進化しておりまして、電固体電池というね、電池もありまして、それがね、量産化されるのではないかというふうに考えております。はい、そんな感じで、ですね、まあね、僕のミラーアビアもガソリンがなくなるまでね、ガソリンの供給がなくなるまで、これずっとね、親父のね、買った車ですのでね、長くね、できるだけ、乗りたいなと思っております。どこもね、異常はありませんしね。そして先日こんなね、コーティングというかね、コーティングワックス塗りましたので、何て言ったかな、イオンコートね、イオンコート、昔からね、僕ね、ワックス、あともう十何年も前から持っております、イオンコート。ホワイト車専用って書いてますけどもね、これ、問題なく塗れましたので、これ、イオンコート塗ってね、塗装の方はね、劣化しないようにね、こういうコーティング台をね、塗っていきたいと思っております。もう全然ね、屋根とかね、このボンネットのところとか、全然ね、劣化してる様子はございません。まあ、ジェルウォーターとかね、いろいろコーティング塗ってますんでね、劣化はしないですね。はい、そういうことで、いろいろね、やっていきたいと思います。はい、それではね、またね、これ、今日はね、エンジンを下ろして、またね、クラッチの方を見ていこうと思いますね。
クラッチとできたらねブレーキの方もちょっと確認したいので、クラッチとブレーキをちょっと見ていきます。はい、それではよろしくお願いいたします。オープニングトークねちょうどいい感じでね、5分ぐらいでオープニングトーク終わらせてですね、日々のね近況をねちょっとお話ししようかと思っております。オープニングトークしてる間にね、だいたいね段取りっていうかね頭の中でね今日、やる作業の段取りを考えております。そうしないといきなりやってつまずくのでね、はい、そんな感じでございます。ゆっくりやっていきますんでね、もうね、あら油が漏れてるな、あらーだだだだ油漏れてます。あ、下が取れたか、あららら、らちょっとタンクを外しましょう。タンク外しますね、手袋しますね。油が漏れてますね。これ燃料の方はね、4リッターを5000円とか6000円ぐらいでね燃料いつも買ってるんですけどもね、4リッターのね、これが、あ、ちょっと待って、これ緩んでるな、ネジがもう緩んでバカになったのかな、タンクのね一つねバカになってる。そして燃料が取れたということは外れてますねこれね、あら外れてないな、どこから漏れたんだろう、オーバーフローか、わかりませんけれどもどっか漏れてますね。これからか、わかりませんけれどもちょっと外しましょう、外しておきましょう。え、どこから漏れた、燃料がなぜ漏れる、わかりません、原因がわからないんだけども、タンクひびが入ってるか、ひびは入ってないんだが、あら、なんかポタポタ漏れてますね。なんで？ひびが入ってるのか？ちょっとわかりませんけどもね、まあ予備のね燃料タンクありますのでね、こちらにね。これと差し替えてもいいです、最悪ね、全く一緒ですのでね、全く一緒の燃料タンクがありますので最悪差し替えましょう。そしてなぜ漏れるのか分かりませんが燃料を抜いときましょう。参ったね、燃料を抜きますが、はい、大丈夫かな、ちょっと待ってね、燃料少し入ってるんでね、これね抜かないとね、かぶして抜けるかな、あ、ダメやな、直接時間がかかりますので、これちょっと斜めにして置いときますね、斜めにして置いときましょう。ちょっと後でまた確認しますので、困ったねこれ、
タンクは予備ありますけれども、これね、タンクの予備はあるけど、ニップルがね、ないんだよね、これね。ニップルがないし、これちょっと大きいかな。あ、サイズ的には合いますね。サイズ的に合うんで。あ、これあれやな。まあまあ、ダメですね、これね。これ、TGX 用 の、 あの予備タンクでございます。ですので、こっちの方のねタンクを使いましょうかね。ちょっとあの原因が分からなければね。はい、そしたらもうどんどん進めていかないと時間が過ぎていってるので、いきますが、ちょっと濡れてるんで新聞紙後で取り替えします。そして1,2の、あ、これネジがまたここにあるんだが分かりません。ネジがここにあります。取れてるかな。そしたらね、またねエンジンをとりあえず下ろしましょう。プレートを外したら取れるかもしれないね。ああ、取れないね、これね。プレート外しても取れないだろう、おそらく。はあ、めんどくせえけど、やるか。はい。やっていきます。マフラー、まずマフラーね。マフラーが六角やったかな、これ。はい、マフラーまた取ります。クラッチがね、ちょっとね、どうなってるかね。よいしょ。あんまりしっかり締めすぎても悪いので、はい、こんな感じでね、はい、軽く取っていきましょう。そして、あ、ちょっと緩んでるな、この辺もね、ちょっとね、あら、下に落ちた、もういい、後で取る。はい、今日火曜日なんでね、火曜日なんで、生協の人が来てますね。電気自動車すごく興味ありますね。電気自動車ね、うん、高いだろうな。はい、取れました。エンジン取れましたね。ちょっと待ってくださいね。ダウンを脱ぎます。ちょっと熱くなってきたんで、作業してるとね、熱くなるんでね。さあ、エンジン取れましたので、これをまた、取りますと、これと、ちょっと待ってね。
はい、ピンセットがあればいいんだけどね、ピンセットの代わりにラジオペンチね、ラジオペンチで取ります。外します。あー汚いな。はい、まずはねエンジン、まずはエンジンから見ていきましょう。クラッチから見ていきましょう。こうやってちょっと映ってないところで作業してますが、よし、はい、そしてちょっとこれを車体をどかしておきます。車体を下に置いてクラッチね、問題のクラッチですけども、こんな感じでね、つながってるというか、やっぱりね、ある程度ねエンジンが回るとね、つながってはないですけどもね、どうなんだろうな、これすぐつながるという感じですね、エンジンが回ればね。ですのでこれちょっと中見てみましょうか。ちょっとねマイナスドライバーでこじます。よいしょ、はい、外れました。そしてクラッチの状態を見てみますと、こんな感じでね、クラッチがね、こんな感じですね。これね、ちょっと大きいね、クラッチが径が大きいというか楕円形になってますね、もうね。見てわかりますかね、ちょっと待ってください、外してみます。クラッチの径が楕円形で、あら大丈夫かな、こんな感じでね、楕円形になってますね、これね。すり減ってるのはすり減ってるんだかね、もうちょっとすり減ったらいいかなという感じですが、これブレーキを利かしてね、しばらくすり減るような感じにするか、もう一つね、あるんですけども。これ TGX だからちょっと大きいかな、プラスチックのねものがありますけれども、これもなんかかなりね変な形になってますけれども、これちょっとつけてみましょうかね。これちょっと削った方がいいかな、削って自然にもう削れてますけどね、こっちの方はね。これかこちらをつけてみましょうか。あ、これの方が径が小さいので、どっちに入れたらいいんだこれ、わかりませんが、これ入れ穴の位置が、こうか、ね、ちょっと待ってね、反時計回りに回るんでこれが広がらないといけないので、こうやね、こう入れて
ちょっと待ってくださいね。こうやな。反時計回りに回るんで、こっち側で、でこれが、こっち側で、そしてこれがこっち側やね。これやね。この入れ方にもよるんかなと思います。反時計回りやね。ちょっとこれでつけてみると、あ、ビアリング入れるの忘れてました。はい、ビアリングちょっと入れて、これまた新しいの買いましょうかね。あのクラッチシューはね、これでもするな、吸ってますねやっぱりね。あ、やっぱり吸いますね。これはもうしょうがないな。抵抗がありますね。これはもうすり減るまで待つしかないかなと思います。ちょっと待ってね。こっち側またつけて、これ反時計回りなんで、あれ、これは反対にしたらダメだな。これな、反対だな。これはなんかおかしいね。これではおかしいな。回転したら広がらないといけないんで、これがね、こっち側についてるんでね、回転の方向が全然合ってないんで、これはおかしい。回転すれば閉まる方向になるんで、これはちょっとおかしいですね。はい、これはちょっとやめましょう。こっち側につけておきましょう。こっちだったら回転すれば広がる方向でいけるんで、こうやな。してこれがこうやな。してこれが、ちょっと待ってくださいね。確認しながら、はい、これでね、あの回転すれば広がるようにしなければいけないんだけども、これはね、逆回転ですね。これね、回転の方向が逆、つまり広がらないでよくクラッチがつながってたなと思いますけどね。はい、これにこのプラスチックのね、あれに変えます。そして、オイルスプレー、フッ素樹脂スプレーをつけておきます。もうこのシューにね、もうつけます。シューにつけてもいいと思います。シューにつけて、そしてクラッチベルが滑るようにして、どれだけのフリクションが、だいぶいいね、いい感じですね。はい、これでまた後でエンジン始動してみましょう。これはこれでいいと思います。はい、
はい、だいぶ軽くなったね。だいぶ軽くなったので、あと回転力でね、あ、軽くなりましたね。こう回りますね。くるくる回ります。さっきのと違ったね。うん、これだけ回ればね、エンジン低回転、アイドリングの低い状態でいいと思います。止まると思います。とこれをつけてみましょう。あら、くそ、よし、ちょっと無理やり押し込んだ感じになりますけれども、いいかな。ん？入ってない。あ、Cピンがね、このなんでこの音。はい、こんな感じですね。ちょっとね、Cピンが浮いてますんで、あ、ちょっと取れた。よくついてないかな。うまくついてないかな。ちょっとマフラーの、おいおい、取れない。これどうなったの？わかりません。ちょっと外しましょうかね、またね。ちょっと手袋取ってから。ちょっと待ってくださいね。ちょっと休憩しよう。これで時間がもちゃくちゃ過ぎていくんだよな。28分か。よし。そしたら、まあとりあえずこれは回るようになりましたが、この C ピンをつけたらね、クリップ、この C クリップをつけたら、ちょっと、これ曲がってるんで、まっすぐしないと。はい、そしてつけます。スルッと入らんといけないな。飛んだ。入りませんね。クリップと、ちょっと待ってね。これ大変なことになった。位置が取れとるのか。
ああ硬い。だいたい入るんやけどね。溝に合ってないんか。ちょっと待ってよ。溝はどこにやろう。あーいしょ。入らん。ちょっと待って溝。これなんて、あ、この下の方に溝があるんでこれを。下の方に溝があるんだ。これ下まで、ああこんなところにあるね溝が。かあギリギリ。入るかな。よし、今度は大丈夫。ああ、飛んだ。ああ、どこ行っちゃった。どこ行っちゃったよ。探さないといけないね。はい、それではね、ちょっとね、今日はこの辺で終わります。すいません。Cピンがねどっか行ってしまいました。なんとかね取り付けたいと思いますので、ちょっと焦ってますけれども、ああまあホームセンター行ったら売ってると思いますので、 Cピンはね。はい、それではご視聴ありがとうございました。ちょっとね、また取り付けてからまた続きやりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは失礼いたします。